犬井正彦犬井正彦は奈良県出身の法学者、弁護士、貴族院議員。弟の東木彦と共に佐々木信綱門下の家人としても知られた。戸塚は村出身。旧姓中垣。1889年、養子として唐江に入る。教皇文部館を経て、1888年に上京。 旧制日本中学校から第一高等学校を経て、東京帝国大学法学部を卒業後、1900年、東京高等商業学校の講師に着任した。1901年、文部省留学生としてドイツに渡り、ボン大学で民法を研究。1904年に帰国後、1905年から東京高省教授を務め、1914年に、 法学博士号を受けたが、1915年に弁護士へ転じ、1920年に東京高賞が大学に昇格するまで非常勤講師として教弁を取った。傍ら、東京帝国大学、陸軍経理学校、慶應義塾大学、明治大学、法政大学で講師として民法を教えた。東京弁護士会会長を4回務め。 1946年3月12月には、貴族院直選議員に任じられ1947年5月の貴族院廃止まで務めた。1951年4月に病没、去年75、死後、1952年に犬井正彦家衆が上司された。息子の観光は心理学者で法政大学名誉教授。河野妻の子は小玉源太郎の孫。 正彦の甥の東文彦は作家である。ありがとうございます。